ございます。お願いします。仕上げっていうか最後のちょっとボディメイクで、今日は結構体を見せる、肌を見せる撮影なんで、お腹周りとかウエストラインをちょっとし、なんていうの、形を作ってきてもらって、こうちょっと伸ばしたりとか、あと最後にちょっとヒップの仕上げみたいのをやってもらったりとか。私が作らせてもらった商品を自分が着て、女性像をやっぱり表現するという意味では、ちょっといつもの撮影とは違うんで、きっちり自分がこうその伝えたい女性像を自分自身で表現しないとやっぱりいけないっていうのもあって、やっぱり普段よりは全然違いますね。今日は下着なんで、洋服だったらある程度ごまかせるんですけど、体にある程度やっぱりメリハリがないと下着はちょっとと思って、なんとなくベース作りぐらいの運動はしてますけど、毎回目標があるわけではないから、いつもだから何かの目標ができた時にそこに向かえるようなベースは、なんかこうボトムラインはキープするためにトレーニングしてます、いつも。ありがたいというか、逆にそういうゴールがいつもこうちょい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 出てくるんで、なんとか体も維持できてますけどね。それがなかったら全然やらないと思うな。めんどくさいし大変だし。最近友達が教えてくれたインスタの、すごく私の女性感、私が好きな女性をピックアップしている方がいて、ニューヨークのライターさんなんですけど、なんか例えばこの人ブーゼンっていうモデルさんなんですけど、私この人も好きだし、あとね、よく彼女の中によく出てくるこのレティシア・カスタって、私もこの人大好きで、この人がすごい綺麗な体してるんですけど、レティシア・カスタとか、まあでもどの写真もすごい好きなの。なんかこう皆さん凛としてて、こうなんだろう、媚びてないっていうか、可愛いよね。こういう全体的に、まあちょっと全部同じ、これはクリスティ・ターリントンって私のミューズです、大好きなモデルさんなんですけど、90年代に活躍してたスーパーモデル、好きな女性がいっぱい詰まってるんです、この中に。召し上がってください。お腹の調子が良くなってきてから食べる。お願いします。あちらになります。新幹線の人が一緒に見えないかな。そうですよね。その窓がなってる気がする。そうだよ、ね、うん。その車のスモークみたいな。まあ、見るとしても一緒でしょ。確かに。綺麗。シャッターで3分の1。綺麗。
ありがとうございます。着替えたらいっぱいご飯が食べれる。やっぱり最後にむくみ取るのって水分は取っていいと思うんだけど、やっぱり固形物ね取るとと思って、いや食べてたけど、ちょっとあんまりこう負担がかからないようなもの、今日も朝昨日作った豚汁を家でちょっと飲んできて、でも今日のねケータリングがすごい美味しかったから食べちゃったんだけど。終わったら思う存分食べれる。ピンクのブラウン、ピンクの下にアイスローブ、飛ばしローブっていうかね、ピンクのタオルちょっとちょっとマスタンポップしてるか。そうだよね。あ、そうだ、あ、そっか、あ、ちょっと個人的に撮ってもいいですか、もう写真。あ、もちろんもちろん、はい。それだけに注力して頑張って。取れ高としてはもうすごい十分。だけど、楽しくやっていい写真が撮れた時が一番気持ちいいよね。本当にみんなが楽しい時が、あれちょっとどうしよう、私が悪いのかなっておのおのが思い出すとちょっといろいろ狂うから、そうそうそう、やっぱ最初がすごい肝心だから、初動がうまくいけば、あとは乗るだけみたいな、そうとこのもう乗ったから、あとはもう本当ただ楽しんでリラックスすればいいみたいな。綺麗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 、可愛い。こんなにちょうどボサッと、もうちょっとこんな感じするか、ちょっとクールな、クールバッグみたいな、なんかキュッてしてても、もしかしたらいいのかもしれない。髪がウェットでこうやってやってたから、どっちだろう、こっちでもいい気がする。ね、ね、でこうしといてこうできるからね。パサッとした感じ。こういうゴールがあるから頑張って体力作りワークアウトしてるけど、もう今日終わったらとりあえずないから、ってなったらやらなくなるよね。それがやっぱりこういう仕事、表に出る仕事じゃなかったらここまで頑張れないよね、やっぱり。でも素敵なぐらい、ね、超頑張ったから、だけどこのモチベーションも、じゃああんまりめったにないモチベーションじゃん今回。嫌ですもん。もう嫌ですもん。大丈夫じゃなくてもう嫌なの。嫌なのもう。キャッチボールとしてやばかった今。しんどかったの本当に今日のトレーニングが。だから時間でも時間がなかったのそもそも、いつもよりも。そのしんどいんだ。トレーニング、そう、トレーニング。もう一回みたいな。そう。だからもうさ、本当それ動画に撮っててよかったと思って。そうだよね。だってさ、さらし巻いてさ、ここで呼吸できないんだよ、さらし巻いてるから。で、足に重りをつけてさ、でバランスボールに乗って、こういう棒に捕まって、こうやって引っ張って、こうやって後ろ上げていくんだけど。え、バランスボールに乗っちゃうの？そう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 。よく体幹が。あの、寝転んで、こうなんかスーパーマンみたいになって、スーパーマンみたいになって、で、あんまり、なんかことがその一番辛いところにバランスボールを置いて、さらし巻いて、呼吸もできないじゃん。それでこうやってスーパーマンになって足を引っ張ってこうやって上げるのをなんか15回3セットとか、今回作らせてもらった商品通していろんな色つけて、どの色もなんかベージュって単純にこう服に響かないっていう概念だけだったんですけど、モカでもベージュでもおしゃれが楽しい、気分が変わるんだなと思った。それもポジティブで悪い感じじゃなくて、本当にテンションとか気分が変わるなって。印象を決めようってね、なるからね。上下違う人はとっちらかってるって言ってたよね。私上下揃えないの、下着とっちらかってんのかな。でも意外と好きだけど。あ、好きな顔バラバラなの。本当揃ってるよりは好きかも。なんか揃ってると頑張り、そう、気合入ってるなって思っちゃう。本
当に変な話、なんか赤と黒とか黄色と赤とか、とても綺麗ですよ、とても綺麗。はい、いいと思います。ありがとうございます。